どうも、ゆきでーす。今回は、ポケモンカードね、開封動画。今回はこちら、ウルトラムーンというのがね、ウルトラサンとウルトラムーンというのが、発売、以前発売されましたんで、それのね、ウルトラムーンのやつを、ボックスで買いました。こちらが、5枚、1パック5枚入りで、これ30パック入りとなってまして、535です。150枚入ってます。これをね、開けていきたいと思います。この中にはね、結構ね、狙ってるのがあって、まあ、結構、高値で売れるのが、なんだったっけな、シロナだったな。確かスーパーレアのシロナっていう、カードがあるんですけど、それが3500円ぐらいで、1枚3500円ぐらいで売れるので、それを狙って、開けていきたいと思います。あと何だっけなぁ。シロナ。まあいいや。1枚ずつ開けていきましょう。ちょっと。坂、久々ですね。お。フワライド。エレブ、あれなんか。エレブ、ポッチャマ。お。ああ白菜当たった！これなんだ？レアか。レア白菜ですね。これは、あれです。これなんだけど、これのスーパーレアですね。これレアです。ただの。びっくりした！で、シェイミー。でね、なんかね、キャンペーンコード。これ、俺もう応募したんですけど、これ。以前、もう応募して全部、このマナフィーとメロエッタとフーパー全部もらったんですけど。もう多分いらないだろうな、これ。おそらく。もう全部もらったからな。ワンボックス開けるともう全部揃うんですよ。これ。深丸、ヒポポタス、コリンク、カバルドン、レスキュータンカー。とりあえずあれだな。シロナ。レアシロナだった。あ、手袋するの忘れた。まあ、いいか。手袋、そんなにいらんだろうって。カードだからそんな指紋もつくことないだろうし。イーブイ、雪かぶり、カバイ、ガバイト、あ！パルキア GX！ これはレアレアですね。ダブルレア。ズガイドス。レアレア。はあ、でも、他の、シロナのスーパーレア以外はゴミみたいな買い取り価格だった気がするけど。マナフィー、不安定、ハンサム、デンジ、雪の王。あと何だったっけな？あ、あれか。あの変なヤンキーみたいなやつ。ヤンキーみたいなやつ高かった気するんだけどな。あれ、なんつったっけ？あの、ロケット弾的なやつ。ヤングース、アローラサンド。あ、アローラのサンドなんて言ってたらいるんだっけ？ミミロ。お、クレセリアのレアですね。不思議な雨。なんだっけな？なんか、ネグロズマじゃなくて、なんだっけ？お、謎の化石。お、謎の化石。フローゼン。エレブ。フロストロトム。クラッシュハンマー。まあ、意外とこういうね、トレーナーカード高かったりするから、ね。トレーナーカードは意外と高かったりするんだけど。
モンスターカードはゴミみたいな価格だから。ミカルゲー、ブイゼル、フカマル、アローラサンドパン、ユニットエネルギー、雷鳥鋼、うん。結構、あれですね。これ1パック150円だっけ？それが30パックだから4500円くらいしたのこれ。フワライド、パチリス、ハンサム、デンジ、スガイクス。4500円か。白な当たったとしてもあれだな。儲けられん。不安定、フローゼル、深まる。あ！なんだこれ。プラチナレア。PR って書いてある。ギラティナの PR。これなんだこれ、新しいやつ。真ん中になんか三角形の。三角形じゃない、四角形、ひし形の。PR。プリズムスターのルール。同じ名前のプリズムスターのカードはデッキに1枚しか入れられない。トラッシュには行かず、ロストゾーンに行く。はぁ。あー、これプリズムスターっていうやつなんですね。つまり、いわゆるあれか、制限カード的な感じかな。いわゆる制限カード的なやつ、ね、ユニットエネルギー。いわゆる制限カード的なやつですかね。1枚しか入れられないって書いてあるから。まあ。まあ、いわゆる、限定制限カード的なやつか。遊戯王。エレブ、お取り寄せパッド、ポッタイシ、ドラピオン、エスケープボール。PR っていうのは今回からレア度が PR っていうのが増えたらしい。ああ、これレアレアの上ですね。ダブルレアの上がプラチナレア。プリズムスターレアか。で、その上がスーパーレアで、その上がハイパーレア。ハイパーレアが一番珍しい。そんなにいいもんでもな。謎の化石、雪かぶり、スコルピー。お、レントラーのレア。レントラーのレア。フロストロト。そんなに高そうじゃねえ。投げつけざる、ヤングース、コリンク、不思議な飴、サンドパン。リオル、謎の化石、マナフィ、ガブリアスのレア、雪の、あのね、値段高いやつはね、例えば3000円とかする、そのやつは、基本的に、ショップっていうか、オンラインショップ、悠々亭みたいな、某ゴミカス会社に売らないで、ヤフオクとかで売った方がいいです。ああいうのはね、何かとケチつけてくるからね、クソ悠々亭とかに、ゴミカス企業。アローラサンド、ミミロル、リオル、エスケープボード、ドクロック。本当にクソだよな。どう見ても傷ついてないのになんか勝手に傷ついてるって。抜かすから。死ねばいい。ああいうね、悪徳ショップはマジで死ねばいい。ポッタイシ、フカマル、パチリス、エンペルトのレア、マーマネ。これマーマネとか意外と高いんじゃなくて、ね、わかる。
あ、今週末あたりに、新しい、パックが出るらしいんですけどね。グレッグル、ルクシオ、ポッチャマ、ドラピオン、ウォッシュロトム。なんか出るらしいっていうの聞いた。またなんか新しいの出るっぽいですね。まあなんかほとんどあれだよ。なんか儲けられない気がする。デカグース、パチリス、フカマル、ドラピオン、マーマネ。ポケモンカードで儲けるというのはグリっぽいね。で、スコルピ、コリンク、デカグース、不思議な飴、シェイミ。当たんねえな。スーパーレアはやっぱ出ないか。スーパーレアはワンボックスじゃ出ない。深まる、イーブイ、フワライド。あ！あ、スーパーレア出た！ネグロズマ、暁の翼。あ？暁の翼、GX。キラーン！これ、掘りやつ、掘り深いやつです。これ、結構高いんじゃない？いや、スーパーレア。でも一応死んででもスーパーレアだろ。そんなに、でも高くねえか。スーパーレアです。ネクロズマ。レスキュータンク。スーパーレア出ました！ワンボックスでスーパーレアは珍しい。3ボックスぐらい買わないとスーパーレア出ないらしいから。3ボックスに1枚ぐらいの確率らしい。スーパーレア。不安定 EV。ポッチャマ。あ！これレアレア。ネグロズマのレアレアですね。さっき、今さっき出たやつも。あの、劣化版。スーパーレアじゃなくて、レアレア。ダブルレア。ドクロック。いわゆる同じなんだけど、レア度が違うんだよね。うん、絵柄も違うし、技とかは全部同じなんだけど、レア度が違うって、ね、なかなか珍しい。あ、珍しくないのか。遊戯王、うん、スコルピー投げつけざる、ブイゼル、エレキブル、レスキュータンカー。あ、でもスーパーレア出たのもいいわ。スーパーレア出ただけマシです、ね。スーパーレア出ただけ。ブイゼル、ミカエルゲ、ルクシオ、エンペルトのレアまた出ましたね。ウォッシュロット。まあ、あれのスーパーレア無理か。シロナのスーパーレア無理か。リミロップ、ポッチャマ、ガバイト、クラッシュハンマー、ロトム。まあ結局、あれなんでしょうね。ああいう女キャラが、高いのはただの、可愛いからとか、そういうあれでしょ。可愛いから高いってだけでしょ。効果とかはどうでもいいんだよ。グレッグル、ルクシオ、ポッチャマ、ジジーロンのレア出ました。カバルドン。だから、強いとかじゃないんだよ。結局。あれですよ。結局そういう、ただの、雪かぶり、ヤングース、投げつけざる。お！あ！これ高いぞ！グレイシア、レアレア。出た。グレイシアのレアレア GX。これ高いぞ。グレイシア、わかんないけど。レアレア。アローラサンドパン。あれなんか今日やけに出るな。あれ？なんかいつもよりなんか、レア以上が出、てか、レア以上がなんかやけに出てる。グレイシア GX 結構高かった気がするけど。リオル、スコルピ、コリンク、
ルカリオのレアです。ロトム。あ、結構出やすいのかな？今回からなんか出やすくなってるとかそういうあれなのか。レア度が1個増えたからあれなのか。結果として、その、なんだっけ、PR っていうプリズムスターレアが増えたことによって、相対的に出やすくなったっていうことかな。ミミロル、お取り寄せパッド、ポッタイシー、ハイパーボール、ウォッシュロタム。ハイパーボール結構高いんじゃない？わかんない。アローラサンド、コリンク、ミミロル、ハイパーボール、フラストロトム。コリンク、ヒポポタス、アローラサンド、ラムパルドのレアです。ハンサムホイッスル。残り 1パックでーす。深まる、ポッチャマ、不安定、エントラーのレア。ドクロック。となりましたが、値段は、どうでしょうか。やはり目玉は、ね、ネクロズマの、スーパーレアでしょうか。高いといいけどな。でもそんな高くないんだよな。ポケモンカードって、だいたい、そんなでもないんだよ。それ、女のカードは高いんだけど、あれなんだよね。他のカード大して高くない。パターンでは。ウルトラムーンでしょ。うわ、スーパーレアのネクロズマ、暁の翼 GX が350円です。ダメだこれ。ダメだこれ。全然ゴミ価格じゃねえ。レントラーが、ちょっと待って、ここから見ていくか。レントラーはこれ0円。シロナが200円か。ラムパルドもレオ0円。ルカリオが50円。グレイシア GX が、これなんだ？あ、レアレアか。これが200円ですね。200円。ジジイロン0円。エンペルトも0円。ネクロズマの暁の翼 GX。のレアレアが、これは20円。ゴミだ。これは売らねえ。で、このネクロズマの一番当たったこのスーパーレアがたったの350円。ゴミ。エンペルト、0円。ガブリアスが30円。のレアですね。レントラー0円。ギラティナのこの PR。プラチナレアが50円。うわぁ。これ50円かよ。クレセリア0円。パルキア GX。これ20円。シロナのレアが、これが200円。あ、俺50円未満は売らない主義なので、50円未満は売りませんので、ここら辺は売らないだとして、で、あと、ノーマルカードですかね。ノーマル、ま、あれ。ノーマルカード。ノーマルカードがいくらで、いいやつが意外とあったり、ないか。お取り寄せパッドが2円。2円。
エスケープコードが10円。あー、これ、10円か。売らなくていいかな。売らなくていいけど、まあ一応、お取り寄せパッドと、エスケープボード。お取り寄せパッドとエスケープ、これと、お取り寄せパッドとエスケープボード。後々値段上がるかもしれないからね。取っといて損はないでしょ。お取り寄せエスケープボード。お取り寄せパッド。エスケープボード。2枚ずつですね。お取り寄せパッドとエスケープボードが2枚ずつ。計4枚。まあ、これは売らない。として。ということで、今回の、あれが、合計。これが200円で、ガブリアス30円。これ売らない。ネクロズマが、200円だから550円。550円。750円。800円。850円でした。たったの850円でした。あー、終わった。負け。くそー、なんだよー。なんだよー、スーパーレア当たってこれかよ。ということでね、今回の買取価格は850円です。ご視聴ありがとうございました。